おはようございます。おはようございます。私から1点、今晩、公開終わってからになりますけれど、スイスのダボスに出展しまして、WTO の非公式閣僚会合および、世界経済フォーラムの年次総会に参加をいたします。またこの機会を捉えまして、米国の、フローマン、通商代表および、豪州のロブ貿易投資大臣との会談も予定いたしております。WTO の非公式閣僚会合では、バリー、閣僚会合後のですね、WTO 交渉の進め方について、参加閣僚と、議論をする予定であります。また、世界経済フォーラム年次総会では、ジャパンセッションに参加をいたしまして、各国の有識者と、日本経済や成長戦略等について、意見交換をしたいと、このように考えております。私から以上です。幹事社日刊公文です。2点伺います。まずはエネルギー基本計画の関連なんですけれども、自民党の方で現場気候法と電磁法の改正案に関連してですね、エネルギー基本計画の形が見えないと審議できないといった意見が出ておりまして、優先順位が非常に高い法案なんですけれども、国会審議が遅れる可能性があるのかどうかということと合わせて、エネルギー基本計画の閣議決定の見通しを教えてください。エネルギーにつきましてはですね、現段階でいつまでという期限を区切って、検討を行う、つもりありません。パブコメの結果、党等も踏まえ、また与党のご意見もいただきながら、丁寧なプロセスを取っていきたいと考えているところであります。一方で電気事業法の改正、これは昨年第1弾の中でですね、プログラム法として第2弾第3弾の改正のスケジュールも出しております。そして現場気候法につきましては、現場気候の中にですね、新たに廃炉支援業務を追加する等々の法改正をするわけでありまして、これがエネルギー基本計画とどういった形で関連するのか、もしこういう形で関連するから影響が出るんじゃないかというご指摘がありましたら、それにお答えさせていただきますが、私はこれですね、エネルギー基本計画が決定できないから、他の法案が遅れるという理由というのは私にはよく分かりません。あったら教えてください。今お話があった現場気候法の改正案の関係でもう一つ教えてください。アイリットをですね、統合することになるんですけれども、この狙いを教えてください。国際廃炉研究開発機構アイリット、これは現場気候の方に機能を移転するということが盛り込まれているんですけれども、これについて狙いを。いや、そうなってるんですか。はい、それまず質問が間違っていると思いました。そうですか。現場気候法の改正案の中に改正しますね。で、アイリットの、研究開発機能の廃炉の研究開発機能の、移転というのを想定されているという一部、ね、そのあたりの、では内容について少し教えていただけましょうか。技術研究組合でありますアイリットが、昨年の8月に、設立をされまして、廃炉のための、研究開発に取り組んでいる、これはよくご案内のとおりだと思います。こうした中でですね、新機構、事故炉に関する廃炉の研究開発の企画等を担うこと、これを想定しておりまして、新たな機構とアイリットでどのような役割分担をすることが適切か、そういう点も含めて現在検討中であります。まだちょっと具体的に内容として固まっているわけではない。検討中であります。わかりました。ありがとうございます。全部取り込むということであります。わかりました。幹事社以上です。各社どうぞ。ダボスでの大臣とフローマン氏の会談が注目されていますが、特にフローマン氏に何を求め、どのような成果を得たいかを期待されていますか。TPP、相当やはりですね、切迫とした段階に来ていると、このように考えております。
率直に申し上げて、並行協議において日本側は自動車等相当な柔軟性を示してまいりました。米国にもですね、日米が妥結をし、そして TPP が早期に妥結をするために柔軟性を示してほしい、こういったことはしっかりと訴えたいと思っております。日本テレビの前ですけど、昨日自民党のエネルギー政策議連から提言が出されたと思うんですけれども、エネルギー基本計画について、で自動ドイツ電源という表記については、見直してほしいというような提言だったと思うんですけど、これからどのようなプロセスでそういった議論をされていくんでしょうか。さまざまなパブリックコメントも含めて、与党側からもですね、エネ基の基本政策分科会から出された意見についてはですね、さまざまなご意見、等々も伺っております。それを踏まえながら適切な、表現と検討していきたいと思っておりますが、ベース電源ということでについて申し上げるとですね、ベース電源というのは量が多い少ないと、重要である重要でないと、こういったことを示す概念ではありません。基本的にはその 1% であろうがずっと使うと、これがベース電源です。それに対して例えばピーク時に炊き増しをすると、そういう電源はベース電源に当たらないと、50% 使おうが 60% 使おうがということでありまして、もし誤解を生むところがあったら、そのベース電源の意味なりがしっかり伝わるような表現というのも考えなければいけないかなと思っております。はい、表現の変更も含めて検討されるという理解でよろしいですか。ベース電源ということを変更するということではないんですけれど、その前後の脈絡の中でベース電源というのが量的に非常に多い電源であるとか、優先順位が高い電源であるとか捉えるようなことがあったら、全体の脈絡そのものは変更することも考えたいと思います。はい、バブス会議で安倍首相が法人税率の引き下げ、年内引き下げということを国際公約的におっしゃったようなんですけれども、一方でこの消費税率の関係で不公平感というのも指摘されているんですが、ここで国際公約としてそこ言われた重さとか経済担当土台を使ってこの問題をどのように意義をですね、重さというのを受け止めていますでしょうか。国際水準に比べて高い、我が国の法人税効税率の実効税率の引き下げと、これはグローバル経済の中で競争力の観点からですね、避けては通れない重要な課題であると、このように考えております。北海道市民の質問です。青森県内で建設中の大間原発に関することで聞きたいんですけれども、北海道函館市が国などに対してですね、建設差し止めを求める訴訟を3月にも起こすという意向を固めたということなんですが、そのことについての受け止めとですね、函館が提出する説を考えるというのがその稼働再稼働にあたってのですね、地元合意 の、 そのルールが明確でない、函館は30キロ圏内なんですけれども、地元との範囲に入るのかどうかというのが明確でないということが背景にあるということなんですけれども、その地元合意のルール化の必要性についてですね、どのようにお考えになるのかということも合わせて、まだ提訴されておりませんので、仮定のお話になかなかですね、この段階で明確にお答えするのは難しい、そのように思っておりますが、
大間原発などについて、どう考えるかと位置づけでありますけれど、これは私が一昨年の12月26日、大臣就任会見の時にですね、申し上げた通り、これは新設ではないというふうに位置づけていると、それについては変わっておりません。地元合意のルール化の必要性ということについては、質問の意味が分かりません。今その地元合意稼働再稼働について地元合意をするという時のですね、はい、地元の範囲っていうのが、ルール化っていうのはどういう意味ですか。今その事業者と自治体の間の、その新市協定ということで地元合意をしてから稼働再稼働しましょうということになってますけれども、はい、例えばその法的な根拠を持ったものにルールを仕組みを、そういう仕組みを作るとかですね、それはルール化とは言わないんじゃないですか。制度化って言うんじゃないですか。すみません、制度化についての考え、必要性も制度化することは難しいと思います。先ほども大臣お話ありました、テレビ朝日上です。お話ありました電力システム改革なんですが、はい、来週から党の方でも議論が本格化していくと思いますが、はい、12月の議論を聞いているとちょっと慎重論がここになって出てきているのかなという感じがするのですが、はい、改めましてこの取り組みに対する大臣の決意をお願いします。電力システム改革と今のですね、3.11 以降の電力の逼迫、新たな電力制約を考えるとですね、待ったなしの改革であると、電力の安定供給、またエネルギーコストの低減と、こういったことを考えたときにですね、しっかりと進めなければいけない改革であると、そのように思っております。改革の全体像についてはプログラム法としてすでに閣議決定をし、それも含んだですね、法案の第一弾、これをですね、国会で成立をいただいたところであります。第二弾につきましてもですね、丁寧な議論を踏まえてこの国会で成立に万全を期していきたいと、そのように思っております。よろしいでしょうか。それでは